は、もやもやしてたこと。あ、なんだ。実はずっともやもやしてた。どうした？バンジー飛べなかった、まゆさん。どうしたの？うん。バンジーも飛べなかったんだけど、うん、それ以上にもやもやしてたことがあってね。なんだ。いいなよ。それ以上。ルイージ？え、何？え？それ以上にもやもやしてたことが。もやもやサンシャイン？うん、何？もやしゃん。もやしゃん。ちょっと今、トレシャン。トレシャン？ちょっと待ってね。お前ってさ、なんでそんなにマイペースなの？俺も今、モヤモヤしてきた。なんでなんか、あの、コラボの前に行かないの？なんなの？なんこいつ？絶対なんかさ、やらされるだろう、あの、バトル。俺さっき、なんか、ありがとうを伝えるためにバトルしないよ、つって、やったのに、絶対こいつバトルさせられるだろう。だ、もう投げなくていいから。ゼロでいいから、俺。なんなの、これ。もう戻ってきた。あ、ナイス、みーこちゃん、ブーピー好き、ありがとう、花火、ありがとう、俺も好き、ブーここにいるよ、今日はひまわり来てる。あ、そう、有利だね。りょうやん、ありがとう。ひき、ありがとう。まゆたんの話聞いてほしいの？そうなの？みこちゃん、まゆちゃん、りさにもやむ。なに？まことあり、あ、そう、明日、え、明日来るから3日で飲む。わかった。頑張るね。いつ、なんですか？まじ、ね、あの、もやもやしてた、うん。もやもやしてたことをすっきりしてくてね、うん。それは、いや、すぐするべき。で、うん、あの、まあ、みーこにも言ったけど、うん、私がブロック解放したじゃん。あの、プレー、ああ、特命さんに聞いてくれて。なんか30個ぐらい投げてくれた人ね。そう、うん。で、それをきっかけに解放、まあ、みーこがやってる時に解放したタイミングで、うん、まあ、なんか、うぜえコメントあってさ。なんて。ミーコの枠で。私の枠で？うん。ま、私、全部覚えてるけど、うだ、ん、すぎて全部覚えてんだけど、まず、うん、52号じゃなくて ?52 号ですね。それだって、ミジュだったじゃん。そう、ミジュちゃんですね。じゃあもう言っちゃうけど。うん。で、ミジュちゃんはさ、うん、言ってたじゃん。ミジュなのかな？でもあれ、本当に。本当に、まゆは、52号しかブロックしてないの。あの、だって私ミーコの配信中にブロック解放してって言われて解放して、うん、もうブロックしてやるわって言ったの、うん、その52号だけなんだよ。私ブロックするとき口頭で言っちゃうから。でもそれあれかもしんないじゃん、そのなんか一回切らないとダメとかかもしんないじゃん。まあいいや、続け。うん。だから、まあ、それはバレてるんだよ。だって、言ったら、みじゅちゃん、わらわらわらってコメントしてる。まあ、うん、そうだったかもしれない。もう、認めてた雰囲気。うん。ね。まあ、その子なんだよ。私もあんま言いたく、自分でもそう思いたくないけど、その子なんだよ。一人、たった一人しかブロックしてないって自分が分かってるから。だって私、お酒飲んでないよ。そうだね。うん。今はお酒飲んでるけどさ。うん、俺も。そうね、うん。やば。で、なんか、まあ、なんか、前は、バンジーも、うん、飛べなかった、うん、なんちゃらかんちゃらとかね、うん、
ミーコは格上だよねとか、それを結構な何回か書いてくれてて、うん、まあすごいミーコのことを褒めてくれてて、うん、まあそれはいいんだけど、うん、で、どっかのタイミングでさ、うん、まあでもそれ我慢してたんだよ。まあでも実際にミーコは飛んでるし、うん、私は飛べなかった。で、ミーコ飛べたっていうのは事実だから、うん、まあ言われてもしょうがないなって、うん、まあコラボしてる時にそのこと言う必要はないなって思うけど、うん、我慢してたんだけど、うん、だけどなんかそのミーコがさ、うん、なんかこうちょっと疲れたからもう寝ようかな、まあ、やっていいよみたいなこと言った時に、ね、ちょっと一緒にやろうかなみたいなこと言った時に、やっていいよってなんかごめん、あのブーがうるさくて、もう一回言って、あのだからミーコが、うん、あの途中でちょっと疲れちゃったから、うん、眠いからちょっとやめようかな、てか眉さん助手席でやればいいじゃんって言った時に、うん、ちょっとやろうかなって言った瞬間に、うん、あれあなんかやりたくてうずうずしてたって、そうやりたくてうずうずしちゃってる感じ、わらわらわらってコメントでブロックしたの。そのタイミングでブロックしたの。あ、この人はアンチなんだ、うん、私のアンチなんだなって思って、うん、絶対的に私のリスナーさんじゃないなって思って、だけどその後にいや私フォロランですよって言ってたけど、うん、まあ、ぶっちゃけ言うとフォロランじゃないんだよね。うん、まあ、その後に、うん、あの、誰なのかって分かった瞬間にね。うん、だけど知ってた。ミーコのリスナーさんだから。まあ、仲いいからね。ありがとう。うん。あ、アイテムありがとうございます。うん。でも私はすごい、それが嫌だ。叶うわけじゃないけど、酔ってたと思う。あと、かばうわけじゃないけど、嫉妬もあると思うよ。だから、まゆは、本赤でブロックすりゃいいじゃん。いやいやいや、まあ、だからそれで私途中でさ、いやいや悪いと思うよ、悪いと思うよ、みずちゃんのさ本垢が、うん、まあ、みずちゃんの名前出さないで、その52号って言って、うん、いやいや、みゆこが先に言ったから、ごめんね、うんうん、だからまゆはブロックすればいい、その瞬間に私だから指摘したけど、なんかわらわらわらで終わったから、うん、あ、リスナーだからさ、なんかその今でもブロックしてるのはそのたった一人しかいないからね、あの触ってないから、ね、リスナーだからさ、自分の携帯、私だからそれがすごい嫌だった、うん、でもそれは私が言うべき、言った方がいい、言ってほしいんだったら、ミコが名前出してごめんなさい、言ってほしいんだったら言うよ、うん、言ってほしいかな。だってこれからもミーコと、うん、あのまたコラボもしていくし、うん、なんか別になんか今の今回の企画ってすごいいい企画だったし、うん、なんかそれをなんかそうやって下げてほしくない、片方下げてほしくない、うん、自分のリスナーさんが、だ私も自分のリスナーさんがミーコのことをもう下げてほしくないし、うん、こればっかりはすごいいい企画だったからね。いや、そうだね。楽しかったし。でも私は面識があったから悲しかったね。なんか心にもやっときた。だから今でも、だから根に持ってたから、うん、やっぱ言うべきだなって思って。うん、そうだね。じゃあ言っとくよ。でも私、そんなに今、うん、仲良くないよ。うん、最近になって来てくれたけど、前はすげえ仲良かったけど、うん、まあだから、まあミーコのリスナーさんっていうイメージはすごい強くて、来たタイミングミーコのことを守るために、守るためにっつうか、うん、ミーコのことをあげたいために好きすぎて、そのゆえにっていう気持ちも組んでわかるけど、うん、でも私はすごい不快だったね、うん、分かった、なんかこう家になっちゃった、うん、またミーゴとコラボするときに、うん、こいつが現れるんだなとか、
もやっちゃう、うん、入れとくじゃあ。言っとくよ。でも多分言い返してくると思うよ。あの気強いから。うん。そしたら私に言ってきてほしい、ね。それはうん、だからもう直接いいなって言えばいいでしょ。うん。うん。だって私にもなんだろうな。まあ別に応援つうか、まあ接触はあったことがあるから。あのコラボ配信したじゃん。うん。一緒にね。うん。覚えてないかもしんないけど、ちょっと待ってて、あのブーのうんこを流してくる。あ、いいよ。うん。いいよ。283は病気ね。これ完全な病気。うん、これ病気すぎる。まあ、とりあえず言うよ。どっちも大事だし。うん。まあ、そうだね。うん、まあ、なんか。もやっときた。いや、もやってきたことは言ってくれてすごい助かる。うん、私がさ、そのさ、ダメな例じゃん。全然、もやっときてるのにずーっと我慢して、この間、まゆともめたじゃん。大きくなっちゃうなって思う。そうそうそう。だから、うん。私は大きくなって、なんか嫌だった。私は、なんかもう、なんか、なんか別になんだよ。なんかミーコに言って、うん、なんかそれがなんかあの受け入れられない、受け入れられることはないとは思ってないから、うん、あ、なんか猫がビールをこうやってこぼしたんです。お布団濡れました。明日、うん、あの洗います。あーで言っとく。うん、そうだね。眉がね、言うこと、眉の方のやつも見てるけど、言うなんて言うね。なんか私、なんか嫌なことが、なんか言われるんだよね。結構ブロックして、うん、なんか私、なんかその、リスナーなのにって言われて、解除することが今まで経験上よくあった。まず、最初に、その52号が、M さんだってことから聞いてもいい？うんうんうん、あの人結構悪乗りするから違ってもそういうこと言うから、うん、そこから聞くから、うん、で、うん、そうだよってなったらそれはちょっと違うよねって。私ブロックした瞬間になんか、あ、実は私マユリスですけどよくブロックされてますみたいなこと言ってた。で、なんか彼氏かよ。もう慣れてますって言ってたんでしょ。それは彼氏じゃないの。うん、うん、その子だよ。そう、うん、その経歴見てる人いるよね。まあまあ、そうだろうな。うん、で、その後に、うん、あのなんだろうな、だから私があのフォロワー上位っていうワードになって、うん、あ、そうなんだ、フォロワー上位なんだ。でも私はここまで言われて、フォロワー上位かな、うん、ブロックしたくないから、フォロワー上位じゃないと思うよ、うん、って言ったなって、うん、あのハトがすごい来てて、フォロワー上位だったらうちの彼氏だよ、うん、だって眉の累計、あ、悪いけど私たった一人しかブロックしてないから、もうその子しかいないので、その子も私が言い当てたらもうわらわらわらしか言えなかったから。そうなんだ、うん、おーいや、いや私シラフだからさ、フォロワー上位は嘘だと思うけどね。まあそれは嘘なんだけど、ちなみにうちの彼氏私と付き合うちょい後ぐらいまで累計の眉のフォロワー2位でした。いつ？ん？昔？私と付き合う、あ、付き合ってちょい前と、あ、昔やろそれは。それはどうでもいいんだけど、うん、どうでもいいよそんな、うん、
2点、まあ、そう2点、お前2点、お前で、そうやってだからフォロワー上位ってさ、うん、あの嘘をついて、うん、だから私もそう言われるとかあの解除した方がいいかなって思うけど、ね、だけどあのあれまゆちゃんあの配信やりたくってあみーを辞めるタイミングでやりたくて仕方ないんだわらわらわらみたいな、それって絶対私のリスナーさんじゃないから、私のこと好きだったら私の配信見たいからさ、うん、うん、だからもうそういうタイミングとか、あこいつアンチだなって思って、うん、でかつそのくせにあのブロックされた、あのブロック解放されたいからさ、上位だって言ったってこと、そうそうそう、なんか そこがまた気持ち悪いし、なんかとにかく嫌いだし、嫌いでしかない。和解する気はないの？え、それを全て認めてくれて話し合えるんだったら、うん、それで、うん、それだったらいいんじゃない？なんでそうなったのか、うん、でも私はその子のことを知ってるから、別にその子に対して絶対になんかなんだろうな、嫌なことをしたとかはまあ絶対ないんだけど、うん、直接的にね、例えばじゃあミーコのことを好きすぎてミーコと私が喧嘩してそれで嫌いになっちゃったっていうのは、うん、まあ100歩譲ってわかるわ、うん、まあそれは意見によっては、うん、あの理解はできる、まあね、うん、まあでも別にあの話し合うことはできる、うん、じゃあとりあえず私が言うから、うん、それでもなんかいやみたいな納得できないってなったら、じゃあ眉に DM してって言っとくわ。え、それでいいでしょ、うん、じゃあそれしかできなくない？うん、それでいいんじゃないかな、眉、うん、はこれが嫌だったらしいからやめてくれる、うん、って言って分かったったら終わりでいい。うん、みーことコラボするたびに、うん、なんかやっぱなんだろうな、あのミーコとコラボをするときは楽しくやりたいから、うん、そうやってもうやりたくない、そういうコメントとか。そうだね、てか、うん、なんか私 今でも覚えてるけど、私がなんかトイレ行ったんだよ、うん、トイレ行ってたときは全くそのときにね、ミーコにその番号でコメントなかったのに、私が戻ってきたときにまたコメントしてて、それがまたいやらしくってさ、うん、それも全部見てたんだけど、全てがいやらしいなって思って、うん、迷ってったんだろうな、うん、まあ私は仲いいと思ってたから、最近連絡取ってなかったけど仲いいと思ったからかばいたいけど、でもそれがまずだから私が聞きたいのが、その52号が M なのか、それが M だったら完全にマユの味方だから。あのさ、ミーコさ、うん、あの私さ、ミーコの目の前でさブロック解放したの見た見た、うん、でその後に私さ、うん、あのうぜえからこいつブロックするわって言ったのがその人しかいないんだよ。なんかでもその後になんか、うん、無言ブロックわらわらみたいななんか書いてあったから、返事でないわけないよ。うん、してない。私あのなんかこう圧をかけたいから無言ブロックはしない。分かった、で言っとくから、言っとくからっていうか、うん、まあ言うよ、まあ、ただ返事来るか分かんないよ。私マジで3、4ヶ月連絡取ってないから、枠には来てくれるけど、うん、まあまあ眉はさ、うん、思ったことをさ、うん、まあ言ったんやけど、みーこどう、なんか不満ない？ないよ。いいな。え？なんかないの？え、ないかな。あ、なんかごめん、なんか付き添いでは1000円ですとか言って眉に払わせてごめん。
あ、全然いいよ、そんなん全然いいわ。そんなん全然いいわ。あと、さっきなんか、なんだろう。あの、録画のやつとかやってたんだけど、よく言うよな、止めなかったくせに、とか、言いまくってごめん。え？録画を、録画を流しながら、感想を言ってたの、うん、ずっと。うん。うわ、こいつ、止めなかったくせによく言うよな、とか言ってごめん。そんなん別にいいやん。うん。わざと言ってんのよ、なんかね、コメントで、実はミーコは眉のアンチなんでしょって言われたんだけど、いや、うん、私と眉の仲だから言っていいと思ってるって言ったんだけど、うん、違うのかなと思って。どういうこと？それは肌から見たらだろ、うん、そうそう。そんなのさ、じゃあ、待って。をしてたんだけど、そういうのってさ、伝わるじゃん。じゃあ私がミーコに、なんか、死ねっていうイントネーションで全然違うっつうかさ、でもそれって、うちらの付き合いで、うん、まあ難しいよね、これに関しては。死ねはまた別だけど、例えば、マユがよく、だから例えばブスとか。マユがよく言う、歯茎むき出して笑うとか、別に私何にも思わないし、でも、なんか、なんだろう、シュリちゃんとかに言われたらぶっ殺そうかなと思う。うん。まあだからなんか、うん、なんだろうな。それぐらいかな。別に、特にないかな、今前になんか。間ぶちまけたし、全部。うん、まあだからミーコはね、なんか思ったことを結構我慢しちゃうから、逆に言ってほしい、うん、なんか早い段階で言ってほしい、うん、じゃないとなんか私多分脳みそが男性脳だから、うん、あのハテナなんだよね、うん、そう、別になんか早い段階で言われたところでびっくりもしないし、あ、そうなんだで終わるし、うん、そうなんだよ。だからミー